鉄道作業局25000型は、かつて日本国有鉄道の前身である、鉄道院に所属した蒸気機関車である。1872年、日本で最初の鉄道開業に際して、イギリスから輸入された5形式重量と同時に、発注された蒸気機関車で、日本初のテンダー式蒸気機関車である。2両が輸入された。1871年、 シャープスチュアート車星である。動輪直径は 1371mm、車軸配置0から4から2で2気筒端式の飽和式テンダー機関車である。テンダーは3軸。便装置はスチーブンソン式、安全便はサルター式で、蒸気ドームがボイラー状に設けられている。0から4から2という車軸配置のテンダー機関車は、 日本の国有鉄道では本形式が唯一のもので特殊なもののように見られがちであるがイギリスをはじめとするヨーロッパ諸国では当時脚下療養として普通に見られたもので特段変わった軸配置というわけではないただ先輪がないため動輪タイヤの摩耗が激しく1878年9月及び1879年6月に早くもタイヤの 交換を行っている。当時の様式にのっとり、機関車本体にブレーキ装置は設置されず、テンダーのみに設けられていた。もし、機関車にブレーキをつけたならば、主連棒に大きな力がかかり、エンジン自身に、それに対抗する力が必要であると考えられていたためである。また、制動力によって車軸にねじり、応力が発生することが懸念されていたのも理由である。 運転台は3方を囲ったもので、6、7に似た上部に R のついた長方形の窓が設けられていた。運転台は後に形状を変更され、窓周りがそれぞれ別の形状になっている。重輪は運転台下部に設けられており、車輪の外側の外反を下に延長する形の外側大枠となっており、外観上の特徴となっていた。砂箱は乱暴度上に、 第二動輪のスプラッシャーに一体化される形で設置されている。本形式は同時発注されたタンク機関車重量とは異なり、西部地区開業用として発注された。そのため、直接神戸に陸揚げされたものと推定されている。来着した2両は、西番の順に東部地区用とは別体系で A、B と名付けられた。その後、東部地区用と連番となる11。 12と改版されたが、その時期は不明である。俗説として、京浜間鉄道開業時のおし列車を牽引したとも伝えられるが、これは誤りで、後の調査により、160系であったことが判明している。1876年には、東部の機関車を奇数に、西部の機関車を偶数とする改版が実施され、11は4に、12は2に改められた。 1894年には O 型に、1898年の鉄道作業局の形式分類では D1 型に類別された。東海道線の全通までは一貫して京阪新築で使用されたが、後には北陸線の今城と山間や中央線の名古屋、田治見間でも使用されたようである。1909年。 鉄道国有法の施行を受けて制定された形式称号規定による改版では5000型と定められ、新番号は9番号の順に5000、5001となっている。この頃は中部鉄道管理局所管で1910年に沼津で入れ替え用に使用されているのが実験されている。その後、1913年に5000は神戸に5001は東京に移った。 五千一は九百十九年十二月十八日付で廃車、解体されたが、五千は鉄道開業五十周年の関係もあって、日本初のテンダー機関車として保存が計画され、九百二十一年十一月二十五日付で廃車となった。五千は廃車後、塩汐留駅構内に保管されたが、九百二十三年に発生した関東大震災で被災し、 焼損してしまった。その後、大井工場内の五両車庫付近にアプト式の3951と共に放置され、荒廃していたが、戦時となった1939年から1940年頃に、鉄材教室のため解体された。その際、サルター式安全弁付きの蒸気ドームは、1号機関車に取り付けるため残されている。ありがとうございます。